リクルートって会社をあまり正面切って批判しない、もちろんリクルート事件の時にはすごい散々叩かれたんだけども、今僕自身が学生の就活とかを見てると、今日本に最大の害悪を流してるのは山口組系の暴力団でもなければ関東連合でもなくてリクルートだと思うんだけれども、なんだろうな本当にそう思うんだよ。でドワンゴのね川上会長ね、俺ね偉いと思ったよ。川上さんがやったのは結局リクルートに対する対抗策ということもないんだけども、ドワンゴに入社したい人は入社申請するのにお金を取りますというような、金を取ろうとしたね、ニコニコだから2525円ね。で結局政府から怒られて、行政指導というほどじゃないんだけども来年からは控えてくださいというふうなことになって、で川上さんはそれに対してインタビューを答えてて、いやあんなの今の就職活動とか就活っていうもの全部がリクルートの餌食になってるだけでしょと。言っちゃえば、企業は学生とかを就職で呼ぶためにはリクルートの情報誌にお金かけて自分たちの会社情報を載せなきゃいけないと思ってるし、学生たちは学生たちでリクルートのサイトに登録して自分たちの就活情報というのを得なきゃいけないと思い込んでると。で結局みんな苦しい思いをして、学生は就職しにくいし、あと人気企業には募集の何百倍何千倍も集中するし、誰もいいことがないと。誰もいいことがなくて唯一リクルートだけが儲けてる状態だっていうことで、川上さんやっぱ面白いのは、じゃあそれはリクルート批判ですかって、そうじゃないよと、そうじゃなくてリクルート以外が誰も儲けてないのかけしからんと、なんでリクルートだけを儲けるんだと、学生も損してる企業も損してると、なんでリクルートだけが勝ってるんだと、みんなバカじゃないのかっていうような言い方をしてて、なんかそこら辺のねバランス感覚がすごく面白いね川上さん。だから結構ですね僕はこれに関して応援したいなと思ってて、でドワンゴが2525円の入社申込金取るのはそれも面白いと思うし、入社試験にお金取っちゃうというのもね、そんなことをしたら、就職とか職業の平等性がなくなるっていうふうに政府は言うんだけど、あんなの嘘だよね。だったら大学の、入試の時に金取るのやめさせりゃいいんだよ。大学で入試で金取るじゃん。だって5,000円とか、昔5,000円とか何千円だったんだけど、今平気で1万円ぐらい入試で金取るよね。あれこそやめさせるわけだよ、文部科学省が。だってそれこそがなんだろうな、就職の自由のさらに以前の学問の自由というか教育の自由という基本的憲法の権利のところにお金かかるんだから、いっぺんに大学いくつも受けれないという問題が発生してるんでしょ。で現に大学はその入試の時の金で儲けて、で経営を何とか持たせるところがあるわけだよな。だから国の指導っておかしいよね。でそこを誰も報道しない。こんなね単純な理屈を朝日新聞や NHK が気がつかないはずはないんだよ。絶対ないんだよ。絶対にそんなのね分かってるはずなのに、それを報道しちゃうと、じゃあ、学校問題どうなんのかとか、あと就職問題だったら、通産省の管轄なんだけども、学校問題だったら文科省とかいろいろあるのかも分かんないんだけども、本来言えば就職の自由というのがあるから、ドワンゴが指導を受けました、こんなことやってはいけませんねって言うんだったら、じゃあそもそも大学の入試に金取るのってどうなんでしょうって言わなきゃいけないのを言わないんだよね。あ、こら辺はねなんか俺ずるいなと思って、これもなんか広い意味でのリクルートタブーだなと思うな。